周りのカープファンの皆様、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは3人です。歴史に残るランニングホームランを放った矢野選手、冒頭で4勝目を挙げた玉村投手、先制タイムリーを放った琴野選手です。最初はもちろんこの選手を聞いていきます。矢野選手です。ナイスバッティング、そしてナイスランニングでした。ありがとうございます。まさかの形で2夜連続のホームランとなりました。今の気持ちを教えてください。いや本当にまさかですね。昨日とは違う形のホームランにマツダスタジアムも大歓声に包まれました。あのバッティング振り返っていかがですか。本当に今日玉村が必死になって投げて抑えてくれたので、まあ、守りはもちろんなんですけどバッティングで何とかしたいなと思ったので打ててよかったです。捉えた打球は前進守備の外野の上を越えていきました。打った瞬間の感触というのはいかがでしたか。ナイスパワーです。いや連続のナイスパワーとなりましたけども、全力疾走している中で三塁コーチャーが回したと思います。あの時どんな心境でしたか。いやもう二塁回った時にホームいけるなって思ったんでそれは狙ってました。新井監督も満面の笑みで迎え入れていましたが、ベンチで何か声はかけられましたか。特にです。最後にまた矢野選手にはお話聞いていきたいと思います。続きまして玉村選手に聞いていきます。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。チームを連勝に導くピッチングとなりました。今日のピッチング振り返っていかがですか。最後まで投げたかったです。一発もある怖いバッターが並ぶヤクルト戦でしたが、試合前どんな狙いを持ってマウンドに上がりましたか。いつも通り投げようかなと思って、はい、投げました。今日の勝利でキャリアハイに並ぶ4勝目となりました。今シーズンピッチングに手応えは感じていますか。そうですね、ストライク先行でいけてるんで、まあ、その結果がいい感じになってるかなと思います。そして3回には隣にいる小園選手の先制タイムリーがありました。あのバッティングどう見ていましたか。ランナーにいたんですけど、はい、楽に返してくれて感謝してます。続いてその小園選手に聞いていきます。高梨投手のフォークを捉え見事な先制タイムリーとなりました。あのバッティング振り返っていただけますか。いや、はい、球も頑張ったんで、いい位置で打ったかなと思います。3回の裏、ツーアウト二塁三塁のチャンスで回ってきましたが、どんなことを考えて打席に入ったんでしょうか。いや、またチャンスだと思いながら、はい、入ってきました。そのチャンスで変わらず勝負強いバッティングタイムリー生まれましたけども、やはり嬉しさはありましたか。いや、そうですね、一日一日が今大事な試合になってくるんで、本当に一打一球が大事になってくるんで本当に良かったのかなと思います。そして欲しかった追加点が矢野選手のランニングホームランで生まれました。ベンチでどのように見ていましたか。いや、ランナーにいたんで失礼しました。いや、ナイスパワーだなと思いながら、はい、見てました。
では最後に矢野選手にもう一度聞いていきたいんですが、そのナイスパワーでチームは2連勝となりました。この終盤に大きな連勝となりましたけども、そちらについてはいかがでしょうか。いや本当にファンの方々の応援が後押しになっているので本当にすごい助かります。今シーズン矢野選手の存在が間違いなくチームに勢いをもたらしていると思います。チームを代表してファンに向けて今後の意気込みをお願いします。ピッチャーは本当に頑張ってくれているので、野手ももっと頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。